天正の12年、山内家門和一豊という方がございましてこれは織田一三助信長公の家来でわずか五十貫取りでございました家へ帰って参りましたる時に「千代実はな本日かかる名馬が金三枚にて売っておった」「そうでございますかしばらくお待ちくださいませ」と。 持ってまいりましたのが一面の鏡裏が巣になっております昔の鏡裏紙を剥がしてまいりますとバラバラと落ちてまいりましたのが七重八重色も変わらぬ山吹色金十枚びっくりした数とよ九を通してこのような金を実はご計家継ぎます折両親より鏡の裏に金十枚姫めおくゆえお家の大事の折に用いよと賜りました今がその時これにて名馬を買い求めてくださいませと」。 さあこれをもとにいたしまして名馬を買い求めることができた山の内一豊の一石これまで。